始まりました。フリーバトル。今回のバトルは任天堂カップのルールで行われます。今両者戦闘態勢に入って、ここで10万ポルトだ。逆転打ちじゃ。はじめから大変なバトルになっております。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ起こるポケモンは3対2。いった、狙い的に。ほんと心の目、相手に狙いを定めました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。この攻撃、さあ、さーっと崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでゼニガメの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。白熱したバトルが続いて、軽いヒット。さあ、熱いバトルが展開されております。決まったか。入った。これで最後のポケモンもダウン。